はい、どうも、タクタクというものです。今回は、作ってを実況プレイしていきます。今回のホラーゲームで、この作っては、作者が以前やったことのある親鳥の作者さんの作品らしいです。ちょっとどんな作品かは、まだわからないんですが、注意、このゲームには突然の脅かしや残酷描写があります。お姉ちゃん、どこに行っちゃったの？あ、動く。大きさ。金庫がある。番号、花瓶。衣服。大きさ。三、四。もういきなり謎解き。倉庫があるのか。ここか。画面が暗いな。おびっくりした。何これ。携帯電話。使用する。使用できないじゃん。倉庫の鍵。携帯電話ってないですか？セーブかな？でもセーブできない。もういい。開けてみよう。お。血塗られとる。お姉ちゃん。いや、そんな、お姉ちゃん。何、誰かいるの？急にアニメーションや。え？どういうことだ。首を切られた。どんなストーリーだ？青い、今日は空が綺麗だな。私は阿部真理さ、高校入生帰宅部。こうやって空を見て落ち着くのが私の趣味だ。志村後ろ。わ。びっくりした？なんだよ。この子は私の親友、近藤千代。あだ名はコンチ。脅かすなよ、コンチ。へえ、ごめん。なんか絵が立つな、感じ。マリちゃんもう放課後なのに帰らないの？ん？いや、もう帰るけど。そう、じゃあ一緒に帰ろう。そうだね。そうだな。帰りにちょっと付き合ってくんない？え？
裏山のところに廃墟があるんでしょ？あそこに行きたいの？なんであんなとこ？今あそこで幽霊が出るって噂になってるんだ。私写真部だから噂の心霊スポットの写真撮って、学級新聞に載せたいの。ふう、まあいいけど。やった。でも、廃墟の入り口の前だからね。中まで来てよ。目が白くなった。別に私は幽霊なんて信じないし、興味もないしね。マリちゃんのケチ。まさか怖がってるのか？怖いよ。は まあ、頑張りな。こんな。2列でいい。使えない。いつ使えるの？っていうか、今の、やばい、しまった。花瓶の置かれたとこ見てなかった。そして私たちは廃墟前で別れた。それから、音痴の行方がわからなかった。音がリアルだ。奥の方に人影が見える。セーブしておこう。何が出てくるかわからない。なんかディアボロス的なものがいる。わかんない。なんかいた。